昨年の11月頃、江南大学のリカレント教育で行われた大人の自己探求の講義の一部を紹介します。自分自身の自己理解を深めるために行ったテストの結果です。そのテストの結果を踏まえて4人のグループに分かれ、それぞれでワークショップ形式の議論がありました。私は普通って何っていうのをこう問いかけながら生きてるつもりやのに、原理原則をあなたは大事にする人ですよねっていう結果が出たので、ちょっとなぁみたいな、あれみたいな、おかしいじゃん。既存のシステムに疑義を一個一個突っ込みながら生きてるのに、実はそこをすごい大事にしてた。だから逆に言うと大事にしすぎてるから、なんかこうツッコミ入れてんのかな今私っていうのはちょっとこれ見て思いました。だからその三宅さんみたいなこう柔軟性がないから、こう一個一個こう実はもうカチッてカチッてこうこだわってるっていうか、うん、なんか持ってるものをこう変えたくないみたいな、このまま行けば幸せなんだろうみたいな、でも幸せじゃないよねとかと思って生きてるはずなのに、うーん、また迷いが深まるみたいな、そんな感じです。そうですか、大丈夫。ちょっと俺のほら分析して俺私俺じゃないから。でも今言ったみたいな感じで、実は俺は大丈夫だ、受け取るとか、ただ俺もちょっと気になる。そうですよね、やばいよね、自発性や主体性も失われる。人にくっついていっちゃって、なんかこうわっしょいしちゃうみたいな、その面白い。いやでももう随分長いこと生きてくるから、ある程度そんな引きずられて誰かに引きずられて自発性とか主体性が失ってしまうような場合っていうのは、おそらく若い時よりは減ってるんじゃないのかなと。若い時はそうやった可能性があるな。いや確かにそうか分からん。そんなに俺のこれは俺の信じる道合いってそんな なかったよ、うん、でもそれは逆に言うと、そのここにも書いてあるけど、こう目の前であること、うん、今のこの瞬間を大事にしてるっていうことなのかなと、うん、あそういうことな、うん、あ今現在を大事に、うん、あそれは俺大好き。だからこれは俺の生きる道だみたいな、そんな30年後のことを考えてるんじゃなくて、今この瞬間、うん、この瞬間を、今を大切にしてるような大好きなことだからそれがあの見える化されてる、まさしくそんな感じします。そうですね、あんまり競争とか好きになった、明らかにあの別の人間で変な山道ばっかり行ってしまうと、そっか、なんか興味は湧くな、そんな言われたら。何に興味が湧くの？和田さんそのもの。私にですか？いや、どうなんやろう。俺と正反対の。ね、私は A が一番高くて、A が高い、今 A が高いってことは、なんか人間関係にとってもやっぱりあの割と人間関係を気を使ったりとか、ちょっと断れなかったりとか、そういうところがあるので、やっぱりそうかなと思ったんですね。で、あとあの一番少なかったのが C なんですけども、これ読んでたら、あの A の価値観とは対立する傾向にありますってあったので、あ、じゃあやっぱり C が自然的に少なくなるのかなっていう、そのまま現れてるいうことやな、正直に。そうですね、
これ合ってるいうこと。合ってるっていうことですね。はい。ね、コーラスとかもされてるから、ね、皆さんと調和しないとできない。そうなんですね。ちょっと今それもちょっとイメージにして、ね、あの考えながら点数つけてたんですけども、はい。あ、そっか。バーユのほなコーラスだよね。あ、私は今15名ぐらい。ちょっとバーのこれそれをちょっとイメージして点数つけました。あ、はい、そうなんだ。俺バーは夫婦関係。なんか現れてる。いやー、そこはちょっと。もう私はね、これ見てショックです。何の特徴もない。バランスが取れてるんや、ほんま。どんな気分？すごいね、これ、ほんま。正方形やん。ここの点数つけた時にそんなに差がないって差がないんですよ。170、145、135、120ということで、そんなに差がない。一番あの A が30、例えばここの点数つけるときに極端に、例えばあ私一番高いのが60とかあるんですけど、あるわ。それはない。5点とか70点、5点30点が多いです。5点30、70点です。嫌いなやつはどうや、もう嫌なことは。それぞれによってその配分の仕方で変わってくるかもしれませんね。100の配分の仕方で。いや、それで面白いですね、それ。だからみんな均等にしてるわけじゃなくて、極端に高いのもあるし、極端に5点とか低いのもあるけど、トータルするとなんか平均したみたいな。ということは、ほんまにバランス取れてる。そう、地元ではね、頑固な変人やと言われてるんですよ。いや、だけど、頑固な変人かもわからないけど、バランスは取れてることは確かや。それは誇れることじゃん。だから、ここにこだわりがあって、高い点数つけるところもあったけど、それが A だったり B だったり C だったり。3人ともね、見てたら、どっかでとんがってるでしょ。どっかで。だから、浜田さんは、その、5点とか70点があって、それやもんな。面白いね。これまた明日は同じことをやったら違うかもしれない。場を変えたら変わってくるかな。これ場は大きなウエイト占めてるよね。そうですね。今日はね、この絆も場やもんな。今日はまあ比較的落ち着いた。4も5も場や。リーダーのその場その場でどの価値観を大事にしてるかっていうことだと思いますけど、いや、でもこれ文章の取り方でガラッと変わってきますよね。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日一日が皆様にとって素敵で良き日でありますように。